つ大きなお知らせがあります。動画のねコメントでもたくさんいただいてた、コームを引っ付ける指輪はどこに売ってるんですかっていうね質問がねいつも動画にたくさん来てるんですけど、その指輪がとうとう出来上がったんでちょっとご紹介したいと思います。こちらになります。ここにね磁石がついてて、でこのコームにですね専用のクリップを引っ付けてるんですけど、これが指輪にカチッとね引っ付く商品になってます。これねとうとう商品化できて今販売開始しました。興味のある方はですね概要欄に買えるサイトの URL を貼っときますんで、ぜひねそちらから覗いていただいて使ってみたいなっていう方はねぜひ購入してみてください。はい、こんにちは、川瀬です。いつもレッスンカット見ていただいてありがとうございます。本日のモデルがこちら、美和さん来てくれました。当初ね伸ばすっていう予定で、前回ねあんまりこう短くしなかったんですけど、まあ、やっぱりショートの方が好きってことだったんで、ちょっとボブっぽく伸びてるんですけど、ショートにねもう切ってみたいと思います。色の方もね前回ピンク色を入れてるんですけど、まあ、少し取れてきてるんで、今日はちょっとまたね違うイメージのカラー入れてみたいなと思ってます。早速いきましょう。伸ばすのやめてってことですか？やめました。そうですか、わかりました。どんな感じがいいですか？ハンサムショートぐらい短くしてほしいです。じゃあ襟足はもうバッサリ切っちゃう感じなんですけど、この前髪とサイドどうでしょう？耳がちらっと見えるぐらいまでいきますか？はい、全然。前髪は長めがいいですもんね。そうです ね色どうしましょうか？この色に合う色ってあります？ベージュっぽい感じもいけそうですけどね。あ、じゃあベージュ系でお願いします。可愛いですか？はい。じゃあせっかくちょっと伸ばしましたけど、バッサリ切っちゃいましょうか。はい、OK です。
今日使うのはモスベージュとハニーシルバー、この2つ使ってちょっとやっていきたいと思います。
はい、本日の仕上がりがこちら。最初ね、伸ばしていこうかなと思ってね、伸ばしていって少しボブっぽい感じになったんですけど、やっぱり短い方がねいいってことだったんで、今日はねまたショートに切っちゃいました。襟足のね生え癖が結構きつくてね、すごい浮いちゃうんですけど、癖のきつい部分はねしっかり毛量取って、あんまりこう浮いてこないような感じでね切ってます。少しやっぱりクールなテイストの方が彼女は似合うと思うんで、まあ、少しねシャープなラインを若干出しつつ、長めの前髪でねクールなテイストのショートボブに今日は切ってみました。前回ピンク入れたんですけど、今日はそれが少し取れてたんで、ハニーシルバーとね、あとピンク目少し消すのにモスベージュ使って、前回エアタッチした部分がねこうベージュっぽい感じで出るような感じで今日はカラーしてみました。でチャンネル登録まだの方はぜひ登録お願いします。高評価してもらえるとすごい嬉しいです。モデルさん随時募集してますんで、概要欄からぜひ応募してきてください。また次回。